南北石油は1905年から1908年までしか存在しなかった日本の石油会社で日本で最初に原油輸入生成事業を行った会社である。浅野財閥総帥、浅野総一郎は大倉喜八郎、村井吉兵衛、中野寛一、山田又七との共同出資で1905年に南北石油を設立して台湾、青森、 北海道で油性を掘ったが失敗だった。浅野総一郎の銅像ところが、1906年5月に、米国グラシオサオイルカンパニーが原油を売り込みに来たので、浅野が近藤愛二郎に品質試験をさせたところ良質な原油だという結果が出た。それで、浅野総一郎は、この原油の輸入生成販売を決定し、東西石油を設立するとすぐに、 南北石油に合併させるという方法で増資した。また新しい西油所建設のために、近藤を南北石油の技師長に任命すると、高久は豊吉や浅野石油部の水崎基地と一緒に、米国に派遣した。また、東洋汽船はこの原油を輸送するために、タンカー5石を発注した。乗広丸は、日本初の本格的なタンカーである。東洋汽船の新型化船である天洋丸。 千代丸は石油を燃料としたが、これが日本で船の燃料に石油を用いた最初である。近藤たちは8月13日にサンフランシスコに着くとカリフォルニア州鉱山局や地質調査所やカリフォルニア大学の専門家を訪問して意見を聞き参考資料を集め、各地の油田、製油所、鉄鋼所を視察し大丈夫だと判断して、 グラシオサオイルカンパニータ2社から毎月9万、バーレルの原油を買い取る正式な契約書に調印した。8月29日にニューヨークに到着すると、高田商会や大倉組のニューヨーク支店に赴いて、相談や研究をしてから、この2社を介して製油所の設備を注文し、11月下旬に帰国した。12月30日に、ほどがや聖油所の寄稿式を行ったが、 1907年10月にはタンカーピンナ号が6000トンの原油を横浜港に運んできたので11月から製油所の一部が稼働し始めた。これが日本最初の原油輸入である。このほどがや製油所は約3万坪の敷地に原油上流がま600バーレル16本、重油上流がま300バーレル6本、 気発油上流釜300バーレル2本をすべて露店で配置し、1日の上流割り込み石数3000バーレルで、大小57機のタンクを保有し、約32万石の油を収容できた。平沼輸送所は、原油タンク重油タンク製油タンク合計9機を有し、約17万石の収容能力を有した。高島町海岸から、平沼輸送所に原油を陸用するパイプライン2本。 平沼輸送所からほどがや製油所に原油を送るパイプライン2本、ほどがや製油所から平沼輸送所に灯油類を送るパイプライン3本、ほどがや製油所から平沼輸送所を経て高島町海岸に重油を送るパイプライン2本が付設された。これは当時としては驚くほど大規模な製油所だった。南北石油の輸入原油量は1907年の 国内原油生産量の63%に相当した。国内油田の原油しか扱っていなかった日本石油の内藤久弘社長は南北石油に脅威を感じて松方正義総理大臣に哀願したので1908年2月から3月にかけて国会で原油輸入関税引上げが議論された。これは浅野財閥の東洋汽船浅野石油部 南北石油にとって死活問題なので、双方が猛烈な政治運動を展開したが、翌年4月からの関税引上げが議決されてしまい、朝野財閥の石油事業は大打撃を受けた。さらに、ちょうどこの頃にグラシオサオイルカンパニー他2社が、スタンダード社に買収合併されて、売買契約を履行しないので、新たな原油供給元を求めて、近藤愛次郎が8月に出国し、 ペルー、米国テキサスインディアンテリトリー、ルーマニアバクーグローズヌイの油田を訪れて、原油売買契約を締結し1909年6月に帰国したが、すでに前年の9月に南北石油は宝田石油に合併されていた。また、朝の財閥と暮らしをサオイルカンパニーが共同で、カリフォルニアで新たに油性を3カ所掘ってみたがで油、しなかった。その後、ほどが野生油所は、 宝田石油の横浜製油所となって創業したが、原油供給難のせいで1912年8月に閉鎖された。ありがとうございます。